energía. まだ待ってね、これつけなきゃいけないから。
かっこいい。これつけて。オンオン。はい。始まりましたよ。スイッチ入れた？スイッチ入れました。ああ、ガサガサ言ってる。ああ。ここだね。なんかこ、そうか、そっちがいい。ここです。そうです。はい。はい。さあ、今週も始まりました。は？クラブパルヘジア。この番組は毎週多彩なアーティストをゲストにお迎えして笑顔をハンドメイドするしようという番組です。素敵な歌はもちろん楽しいコーナーをご用意しておりますので、お時間の許す限りゆっくりしていってください。先ほど歌わせていただきました、第4火曜日 MC を担当しております栃木県宇都宮市出身ひらがなシンガーソングライターのかなえと言います。よろしくお願いします。さて、それでは早速本日のゲストを紹介していきたいと思います。お隣、私の隣からいきましてですね、ゲストとして6回目、昨年7月から9月に番組 MC をご担当いただいたシンガーソングライターの泉まみさんです。イエーイ、泉まみです。ここで出会って、ここで再会しました、ね、よろしくお願いします。そして番組初登場、ギター弾き語りシンガーソングライターの田沼さんです。イエーイ、ありがとう。いや、こちらこそありがとうございます。そんな感じですね、今日はとんでもないことが起こりそうな予感です。それでは皆さんはまず自己紹介を、はい、よかったら自己紹介よろしくお願いします。します。新潟出身、血液型は B 型、身長147センチでシンガーソングライターをやっております、泉まみと言います。よろしくお願いします。カメラどっち？こっち。こっちか。身長147センチ、横浜市出身の田沼です。わあ、すごい。どうしよう。全然いない。やっぱここ私も147センチに。え、B 型だっけ？ B 型。私も B 型。一緒やん。え、ちょっと今日から147センチになります。無理だ、無理だよ。無理だよ。すごい、 B 型女子集まっちゃったね。やばい、本当だね、完全に。だからこんな感じだね。じゃあとんでもないことになりますよ、ね。先に言っとくやつだね。さあ、まずはご挨拶代わりに曲ずつライブをしていただきたいと思いますけれども、うん、どちらから？何順ですか？身長順。一緒一緒。身長順もすごい。血液型順もないわ。靴の大きさだったね。足の大きさやった、前 22.5。 え、普通に大きいじゃん。私 20.5。 え、20.5 で？20点。あんの靴ある。これ子供用の21点。え、めっちゃかわいい。ということで、じゃあマミシーさんから。ちっちゃい順なのね。オッケーオッケー。じゃあ私からやります。すごい、20.5。すごい、陽気比だね。陽気比って20.5なの？わかんない。なんで私22.5って大きいでしょ。でも 22.5 よりちっちゃい。 22.5 って言ったじゃん。うん。靴だってサイズ 22.5 から。じゃあ、なるほどね。なるほどね。まあそんな感じでですね、今日はとんでもないことが起こるということでお送りしておりますけれども、どうしようかな。なんか何か紹介しようかな。じゃあプレゼントでも紹介します。うん。でももう始まりそうです、まだ。じゃあプレゼント紹介します。今週の番組プレゼントを紹介したいと思います。毎度毎度おなじみ、パルヘジアステッカーでございます。欲しい欲しい。あげるあげる。あ、くれる。本日のゲスト、泉まみさん提供、6月17日もう終わっちゃったんですけれども、ワンマンライブ北サンドストロボカフェのサイン入りポスター。欲しい。そうか、かわいい。必要ですよ、めっちゃ。私が欲しい。これサインがいいんだよ。いいですよね。私が欲しいです。それと、本当に。そしてですね、四ツ谷サウンドクリークドッポさん開店3周年記念クリアファイル、こっちだった、この間も間違えた、こっちみたいな。
どっちでも一人で歩いて行くものさんのファイルですね、こちらと、あとは、タゲイさん提供のインチキマンションの笑い CD ですね、こちら、こちらと、あとチャイナスケアのランチライブトゥルーカラーズに出演していただいた松澤春菜さんのサイン入りオリジナルステッカー、こちらですね、あ、合ってる。で、あとこれ、え、これも、これもこのこっちのトゥルーカラーズの缶バッジもプレゼントになりますので、7月4日サマーフェス、7月8日 4あ、書いてある、7月4日サマーフェスタ、フェスト、フェスト2015の缶バッジが全部セットで、全部セットでプレゼントになりますので、お一人様、お一人様、うん、そこのね、あれですよ、あのね、あの応募方法は後ほどまたご連絡しますので見ててください。では、用意はいいですか？では、泉葵さん、よろしくお願いします。笑って歌えないぜ。では、挨拶がてら1曲聴いてください。グリッターというアルバムの中からタイトル曲のグリッター。
自分で決めた未来への道、流れた涙のためにも絶対叶えるんだ。たくさん泣かせて本当にごめんね。今ここで言えることは多くはないけど、ありがとうございます。泉まみさんでした。うん、ありがとうございます。いいなぁ、ね、私たちと違うよね。違う、ね、違う、違う感じ。かっこいい、かっこいい感じなので、うん、そんな次の田中さんも楽しみなので準備をよろしくお願いしま す, お願いします。先ほどちょっと言ってましたけれども、今週の番組、あっちだよ今週の番組プレゼントですね。これこれたちと、あとこれたち。マイクの高さが一緒いいな、これたちですね。そうだね、マイク一緒だもんね。これたちですけれども、そのね、プレゼント方法、応募方法ね、プレゼント応募方法ね。プレゼントの応募方法ですが、応募方法はちょっと今曲終わったらサクって。はい、あのスタッフのてるちゃん、てるちゃんが書くんですか。はい。てるちゃんが応募用ハッシュタグをツイートしますので、あのリツイートするか、そのハッシュタグをつけてコメントしていただくことで応募となりますので、ツイッター連携してコメントしてください。よろしくお願いします。この後ツイートするのでぜひチェックして書いて。応募してくれたらなと思います。どうですか、準備 OK ですか、うん、はい、では田沼さんよろしくお願いします。はあはい、今日は初めましてなんですけど、私二十歳なので、二十歳という曲を歌いたいと思います。聴いてください。大人になればいつか自分をもっとわかるって思ってた。きっといつかは誰かに必要とされるって夜中も声潜めてノートに綴って眠れない夜、明日が来れば何かが私がどこかに消えちゃってもう君はどうってことないでしょ。おお苦しいくらい頑張ってもう君はもういない。何がついたら口が出る言葉はいつだって正直だ。あの子はキラキラしてるのにどうして私は声を出すのが怖い。
私がどこかに消えちゃって、もう君はどうってことないでしょ。おうを弾き切れる思い書き出して、もうわかってるよ。おうおう、ラランラ、ああああ、ああ、ありがとう。ありがとうございました。さて、プレゼント用ハッシュタグ出ましたね。出た？出ました。読んでいいんですかこれ、うん、今夜はオール B 型147センチだ。私147センチだ。だからハテナってついてる。あ、そういうことですね。ハテナまでちゃんとつけて応募してください。どうぞよろしくお願いします。ちなみにパナは160センチあります。でかい。でかい。いいなモデルじゃんね。160あったら明日整形しますね。よかった。顔整形しますどういうことや。そんな感じでモデルっていろんなモデルあるから。ひらがなモデル、ひらがなモデル、新しいな。まあそんな感じで、すごいことがもう起こっておりますけれども、147センチに向けて頑張っていきたいと思います。では、パルヘジアカルタの読み札を募集しているそうです。札にはゲストの皆様にサインを書いていただいておりますね。あります、こちらですね。こちらに書いてあるんですけれども、今週のゲスト、田中さんのた、泉めみさんはまみちのまたがま、た、ま、ぱ、ぱ、ということでですね、頭につくカルタの弓札をお寄せください。MC パネルのパも募集しておりますので、ソーシャルストリームタイムラインに書き込みは、タナパ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 、で、おー、よろしくお願いします。さて、トークテーマですけれども、おまず、はい、今の活動を始めたきっかけですって、うん、聞いていこうかな。うん、マミチはもう散々聞いてる。ね、初中演、初演の、初中演の、たなまちゃん、初中演ね、初中演のたなまちゃん、初中演ね、エピソードを聞かせてください。なぜ音楽活動を始めたかって、ね、そうですね、きっかけ、きっかけ、まず私高校生の時、うん、ドラマーだったんですよ。そう、軽音部のドラム叩いてて、知らなかった。知らなかった、知らなかった、こんな仲いいのに、ね、ね、そうドラム叩いてて、それで大学、今大学生なんですけど、大学入った時に、まあ、解散して、卒業してか解散して、何やろうかなって思ったら、まあ、たまたまギターがお父さんが持ってたからあって、で弾こうとしたら弾けなかったんですよ。そうだね。そう、全然弾けないから、なんかゆいさんとかカバーしようと思ったけど弾けなくて、それで、あ、じゃあ自分が知ってる、お父さんに教えてもらったコードだけで曲を
作ろうと思って、すごい。そう曲作ってしたら意外にいけるんじゃないみたいな。え、それ10代でしょ？それが10代だね。18？ 19？ 去年？大学入学で、で、いけるんじゃないと思って、でもライブハウスとかで活動してなくって、そうなんかで、なんかそのタイミングがあって、でそれがだから去年の春ってこと？去年、一昨年で、ライブ始めたのは去年の9月とかだけど、あ、そうなんだ。ギター始めたのは大学の、だから今2年生今3年生今3年生あれ、あ、今年21か、うん、一昨年かよ、一昨年ですね。そう、で、なんか大学1年の夏に上海に行ったの、うん、弾丸で船に3日間かけて乗ってみたいな、うん、やって、ね、そう、アクティブでしょ、アクティブ、ね、で行って、その時になんか現地の大学生とキャンプファイヤーをしたんだけど、曲を作ったの、上海の歌みたいな、うん、へー、で、なんかそれ日本語で、日本語と中国語と混ぜて作って、そう、そしたらみんなが一緒に歌ってくれて、それがすごい感動して、なんか中国語全然わかんないけど、なんか、あ、いいじゃんみたいな、つながってるから歌でね、そう、歌でつながれたのがすごい嬉しくて、それから考えたんですよ、やろうって。そうっすか、いいですね、いい話、いい話だった、初めて知った、いい話。その時にエコなんちゃらっていうのも、エコ、あ、絵本シンガーソングライター、いや、その時は全然そんな考えてなくて、たまたま作った曲が絵本っぽかったみたいな。ハチ公？うん、ハチ公。なんか絵本系シンガーソングライターって活動してて、ね、で私がひらがなシンガーソングライターで活動してて、で初めて会った時に、うん、なんかなんとか系って面白いねっていうので、うん、なんか今日なんか変な共通点があって仲良くなったみたいなのがあって、そしたら今日ここにいました。絵本系って他にいるの？ちなみに。え、でもいるらしいですよ。いるらしいんだ。うん、物語ってこと？なんかその人たちは絵本を読み聞かせてか、絵本のセリフを歌にして読むみたいな。あ、やってた、なんだっけ、あの緑虫、緑虫、あの、ハラペコアオムシ、はいはいはい、全然違う、緑虫、緑虫違うわ、ハラペコアオムシを本めくって、なんか大きくして、うん、紙芝居やる人がいて、うんうんうん、それに合わせて歌う人がいるみたいな、へぇー、面白い、うん、あ、そうなんだ、きっかけを初めて知りました、あ、で、タナマちゃんの絵本系ってどういう？タナマちゃんの絵本系は、楽曲の中の歌詞が絵本仕立てになってるっていう、あの、そうじゃない曲もあるんですけど、うん、後で歌いますけど、の曲は起承転結があるみたいな物語調になってるっていう、ね、そんな感じ。絵本にすればいいのにね。確かにね。確かに。でもね、この間言われた、 CD 出すときに、うん、音源と絵本ですよ。そう、面白い、ね、この間言われたの、絵いまいちだねって、絵描ける人いるじゃん、絵描ける人、この間よければ僕のクレヨンでも描いてくれる、でも甘いもんって描いてくれるらしい、うん、甘いもので、オムかオムか、お菓子、甘いもん釣れるよ、じゃあ描いてもらうわ、よろしく、うん、よろしくお願いします、交渉成立、ここで成立しました、ありがとう、パルヘジア、ありがとう、今日パルヘジアに出れてよかった、ありがとうございました、まだ終わってないから終わったもん、こんな感じで、たのまさん、よろしいでしょうか、はい、言いたいことはありますか、他に、ぬぅ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 、マムチーさんはいいんですか、私みんな知ってる、多分たのまちゃん知らないですよ、そっか、あ、じゃあサクッとね、新潟出身で18歳で大学進学のために東京に出てきたんですけど、大学生を4年間やって地元新潟で就職活動をして、で就職も決まって、うん、地元に帰るってことが一回決まったんですけど、就職活動する中で、うん、そのなんか自分の人生を振り返ったら、一番小さい時の夢っていうか、大人になったら何になりたいっていう時に、私は歌手になるってずっと言ってたなっていうのを思い出して、うん、就職活動する中で、うん、でその思いを今ここで捨てていいのかって思った時に、いや、新潟帰ったら多分もう何もできないしと思って、就職するのをやめて東京に残ってゼロから音楽を始めました。すごい、いいよね、これ今の大学生に聞かせたいっす。いや、聞かせない方がいい。ダメです、ダメです。就職しなくなっちゃうからしなくなっちゃうから。2人ともかっこいいですよね、きっかけが。
いや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 、私だってなんかやりたいなと思って始めたでもまあ私もでも諦められなかったっていうのはあります、うんうん、あの小さい頃からずっと歌歌ってて、お母さんが運転する車でバッ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 あのバッ何何爆笑じゃなくて、あの爆音で歌ってて、うん、窓開けながらそれぐらい歌が好きで、うん、でもずっとクラシックやってたんで、うんうんうん、クラシックをずっと大学卒業するまでやったけど、途中でやっぱちょっと歌楽しいなと思って、うんうんうん、でやっぱ諦められなくて始めるっていうの一緒ですね。ね、一緒ですね。音楽楽しいですよね。楽しい、めっちゃ楽しい。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 っていう、みんなで音楽が好きな仲間が集まって、うん、いいですね。クラブパレヘジア楽しいです。パレヘジア。ということでです。パレヘジアということでですね。うん、今日の、うん、テーマ、うん、トークテーマがいいですか言って。うん、じゃあ、じゃあ。こっち読まなくていいかな。あいっぱい来てる。軽くご紹介。軽くご紹介。おお。読んで、私ね、こっち 4% しかないの、iPad。あ、こっちね。こっち 85% もあるよ。あら。じゃあ。みんないっぱい。どっから読むの？どっから読みます？どっから？いや、それ抜けばいいじゃん。これ始まったばっかりの時に書いた。あ、泉まみ出演です。見てね、見てね。そう、私が書きました。書いてて、本当だ。一応書けばよかった。そう、今日ハッシュタグ出るの早かったですよね。しかも短いから。そうだ、うん、もうみんな応募してください。ちゃんとみんなやってくださいね。今夜はオール B 型、オール B 型、あ、びっくりマークないや。オール、今夜もオール B 型147cm だハテナもちゃんとつけて応募してください。だ応募してくれたら当たるかもしれないので、名前つけてくれたよ。頑張れ147cmって。入れないね、パナエちゃんね。私は入れないわ。パナエちゃん入れないね。私147cmの下からなりますよ。じゃあ、わかりました。よろしくお願いします。あれ言ってるよ、 CD の歌詞カードが絵本展の斬新ね。面白いと思うよ。面白い、いいな、そういうの。いろいろ、じゃあそういうのも募集してますので、うん、何案絵のアイディア、これからライブしていく上での私たちへの案をアイディアをください。よろしくお願いします。さて、面白い。ライブやるときに、あの譜面台をお客さんの方に向けて、そう、昔やってたの、それを。あ、やってたんだ。んだ。でもうやめた。一人でできないでしょ。いや、なんかね、うん、あのね、なんていうの、タイトルと絵を描いてっていうのをやったの。一曲一枚でいいんですね。そう、やってて気づいた、うん、なんで絵が下手だって。だから許した許した。描いてもらう。私、黒子になってこうやってめくるんだ、ちゃんと。めくる。あ、めくりながらバイオリンで入る。そう、超大変だ、それ。あ、それもありですね。感想は弾いて、土地はめくって。めっちゃ大変じゃないですか。大変。自分で歌うよりも大変。やってみたいけどね、そういうことね。今度呼んでください、ぜひ。ぜひぜひ。黒子用意しときます。そうだから、はい、絵本、そう、ああいう物語仕立ての曲って多分バイオリンに合う。うん、おぉ、共演だ。いつでも呼んで。あとで紹介しますけれども、あのバイオリンでね、あのいろいろちょっと紹介したいこともありますので、お楽しみあれなので、最後まで楽しんで見ていてください。さて、次のトークテーマですけれども、これ 今日のトークテーマですか。トークテーマっていうか、まずね、題名を言うよりも話題として振ってあげると、トークテーマにしちゃおう。夢と魔法の王国、冒険とイマジネーションの海、あなたはどちら派ということなんですけれども。ああ、もういきなりそこに入っちゃう、ね、これ、え、違うの。いや、違くないけど。でもさ、これ言っちゃったらバレちゃいますよね。バレていいんでしょ。なんだか、いいんだ、え、じゃあディズニーランドってことですよね。違うだった、これ。夢と魔法の王国、冒険とイマジネーションの海、あなたはどちら派ということで。あ、そういうことか。あ、分かってなかった。今気づいた。私が気づいた。今気づいた。で、王国とね、夢と魔法の王国と冒険とイマジネーション。冒険とイマジネーション。何？ディズニーランドおかしいか。あちらにある東京どうぞディズニーシー。そういうことですけど。そうなんだ、ね。皆さんどちらか、どちら派ですと募集してますので、どうぞ。タイムライン普通に言って、え、なんか全国放送だから、東京でどっちも好きだけどな。ドゥ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 、どっち派。私ドゥドゥドゥシーですね。
シーハシーハですね。迷うなぁ。なんか塩がいい感じ。塩塩塩の匂いが。塩の匂い。海、なんだろう、あんまり夢の世界に行きすぎず、うん、現実味もあり、なんかその歴史が好きだから私実は。歴じゃないの、歴史できないけど、うん、歴史聞いてるのは好きなの。豊臣秀吉か、へーみたいな。この人が死んじゃったんだ、へーみたいな。明智光秀、へーみたいな感じ。聞いてるのが好きで、別に何かが詳しいわけではないんですけど、そういうの聞いてるのが好きなので、だから、なんとか C の方が、歴史が、そうなの、そうなの。なんか、昔のコロンブスとか、冒険家たちが、がテーマだったりしたりとかするかなっていうところはあるから、好きなの。なんで笑ってんの？なんで笑ったの？いや、なんか、バナイちゃんあんまりそういうこと言わないから、あ、知的じゃない、面白かった、面白かった、ね、なるほどね、わかんないわ。ほら、みんな書いてくれてるよ。ほんとだ、さすが、もっと。はいはい、書いてください、書いてください。あ、はいはい。ドゥドゥドゥシー行ったことない人いるよ。行ったことないの？ディズニー、あ、行っちゃった。何度は行ったことあるんですかね。うん、お酒飲めるからいいですよね、シーはね。うんうん、まあ、みんな飲む。確かに、確かに。あ、お酒の、まあ、そこでは飲まないかな。そこで飲まないかな。ね、そこでは飲まないかな。結構行きます？ね、結構行く。あ、わかんない。大学卒業してから行かなくなったけど。行ってないかもしれない。そう。でも去年も行ったし、いいな。今年は行ってない？はてな。ぐらい。行きましょう。それぐらい、うん、行きましょう。行きましょう。行くか。行くか。行くか。ここで行けばいい。花巻は行きました。近いうち。行ってない。もう1年ぐらい行ってない。行くしかないでしょ。行くしかないでしょ。行ってない。立てましょう。私ね、こう行く予定があって近々。あれ、そうなの？いつですか？そう、あの、出しちゃうよ。うん。いいですか？私、何の丸も伏せ字も何もしなかったんだけど。パッパカパーン。そう、実はですね、泉豆オフィシャルファンクラブがありまして、ファンクラブの会員様限定で7月の5日日曜日に一日中ディズニーで遊ぼうのオフ会があります。いいなー、なんか、行こう行こう。いいんですか？空いてたら。本当に？うん。それじゃあ後で見ます。うん、見て見て。あ、会員じゃないね。そうですか。スタッフで、あの、紙芝居めくるから、スタッフで。じゃあ、紙芝居めくる係で。スタッフに読んでください。スタッフで、そう。スタッフで同行してくれると嬉しい。受付で待ってます。どういう感じで行くの？大人数で。そうそうそう、まあ、まだ何人集まるか分かんないんですけど、今月いっぱい申し込みを受け付けてて、うん、これに行きたいからファンクラブ入るよっていうのももちろん OK で。俺そう、もちろん OK で。ファンクラブは年会費4000円で、あの、毎月楽曲の配信とか番組配信とか結構、1ヶ月換算333円と考えると安いぐらいの情報を提供してるんですけど、プラスですね、このオフ会に参加する権利が出てきまして、もう朝から行く人は10時集合で、早っ10時集合で夜まで遊ぼうっていう。でも途中からしか来れない人のために4時に1回入り口に戻りまして、なるほど。そう、途中参加の人と合流してまた夜まで遊ぼうという。ファンに優しいね。いいですね。そう、うん、ファンに優しい。そうで、しかもこの日はですね、会費とか GPS 持って歩けばいい。GPS? 怖くない？みんなからさ、私を探せ的な。あ、なるほど。私一人で遊ぶのね。やだやだ、みんなと遊びたい。面白い。そう、一日中だから、私絶叫系とかも乗るし、うん、いっぱい食べるので楽しめる人だけ来てください。なるほど。そう、乗れない。C に行くんだっけ？そう、 C に行くの。あ、いい。行きたい。海の方に行きます。 C の方がいっぱいあるよね、ジェットコースター。そう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 、そうなので、実は7月の15日の水曜日にランドに行く計画もあるんですけど、そう、あるんだけど、そう、日曜日しか行けない人と平日しか行けない人がいるから、じゃあ旅行行っちゃおうって思ったんだけど、あの、デレンのサマソニーに今年エントリーしてて、それの二次審査を通過すると15日がオーディションライブなんですよ。だから私は行けない方が嬉しくて。15日の方は。そう、じゃあこっちに行くしかないですね。こっちはもう確定なので、日曜日お休みの方はぜひ一緒に。あれもだって50位以内とか。あ、そう、そうなんです。50位以内で一次審査通過しました。すごーい、ありがとうございます。ありがとうございます。そんな感じで。出れるといいね。出れるといいね。来て、そしたら。行く行く、サマソニー。8月16日。サマソニー出たら行くでしょ、みんな。行くでしょ。本当ですか？出れんのサマソニー。
マソニーで出れるのはあの入場券買わなくても見れるエリアでのライブだから。あ、そういうのがあるんですね。そう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 、なんだ。そうなの。だから当日フラッと来てくれたら。フラッと行ける場所もない。サマソニーってどこでやるんでしたっけ。ま、裏、なんだっけ、裏安、ん、あ、裏安なんだっけ。あ、違う、言ってみたんだっけ。忘れました。あの、皆さんコメントしてくれたら、どこでやるよって。知ってる人教えてください。教えてください。サマソニーってどこでやるんだろう。え、どっちも行ったことないって人結構。え、ランドとシー、行こうよ。冒険とイマジネーションの海派です。行こう行こう。え、ちなみにここはアンケート取らなくていいの。ここは今ね、書いてくれてる。みんな書いてくれてる。C 行ったことない。行った方がいいよ。行こう。あの、歴史を学べるよ。行こうね、本当に学びに行ってないでしょ、絶対。学びには行ってない。歩きに行ってます。いやいやいや。ランドはかなり行きましたが、ボランティアで障害者を加えてスプラッシュマウンテン20回連続の20回、すごい、すごいですね。すごい。スプラッシュマウンテンで、ってやつでしたっけ。違うでしょ。あれ、え、スプラッシュマウンテンはあれだよ、スプラッシュマウンテンってさ、落ちるやつ、下水があるやつだよね。そう、うさぎ丼でしょ。みんなこうやって写真撮るやつ。そう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 。そこであえての真顔で写真に写るっていう遊びをよくしてる。やばいね、それすごい顔になりますよね、うん、すごい目開きそう。え、行きたい行きたい行こう行こう行こう。普通に遊びに行きたいね。ね、じゃあ計画立てますんで、ね、よろしくお願いします。とりあえずパナエちゃんはここに来れたら来るということで。はい、よろしくお願いします。タナマちゃんとパナエちゃんもオフ会やろうよ。どこ行く？どこ行く？畑？オフ会、私結構そのレンタルスペース借りてミニライブとかご飯作って持ってたりとか。面白そう。楽しいよ、オフ会。絶対楽しそう。楽しそうだね。カラオケオフ会もやった。あ、それは知ってる。なんか知ってる。何時間だっけ？何時間だったんだっけ？7時間？8時間？8時間耐久カラオケオフ会って。え、みんな歌うの？みんな歌うの、そう。みんな歌うの。楽しそう。そうそうそう、めっちゃいっぱい参加してくれて、私はただお酒飲んでましたね、基本的に。歌ったんですか？いや、歌ったけど、歌ったけど。お酒飲んで。そう、お酒飲んでた。オフ会いいですね。うん、なんかみんなで遊べると楽しそう。そう、ワイワイできる。うん、その感じ、まだ募集しておりますので、うん、ぜひよろしくお願いします。うん、オフ会まだできるかも。そうなの、みんな、そうだよね、うん、お父さんとかだとね、うん、あの、乗れないですよね、多分楽しんでっていうのも子供の面倒見ないとか。ああ、そうだね、じゃあ今のうちに行くしかない。そうですね、遊びに行きましょう。幕張、幕張だってサマソニ。さあ、幕張メッセ、幕張メッセ、うん、遠いな、千葉、千葉、千葉。そうだよね、割と遠いよね、ここ。そうですね、全94曲やったの。フラッときましょう。すごいね。すごいですね。全94曲。ここ、ここ、ここ。ほんとだ。カラオケのオフ会、え、そんなに。そうだね。やったな。すっげー。確かに。7回。うん、いいんだよ、いいんだよ。そんな感じで結構盛り上がってるんですけど、次のコーナーに行きたいと思います。はーい、行きます。さあ、コーナーっていうか、あれ私の、これなんか、いいよ、それポイってやっといていいよ。いや、それは話触れようよ、せっかく。え、なになに？今ちょっとテロンってなったんで、もう一回じゃあプレゼントの告知しますか。というか、終わったばっかりなんでね。そうですよね。17日にね、ワンマンライブだったんですよ。そう、マミシーさんワンマンライブでしたね。お疲れ様。ありがとう、ありがとう。そんな感じですね、あの、田中さんも。いやいや、もういかがでしたかって話。そこまで話したんだから。6月17日、雨にも負けずってことだったんですか。そう、もう絶対梅雨の時期だし、私超絶雨女なんで、うん、絶対雨降ると思ってこのタイトルにしたところ、うん、ものすごい雨だったんですよ。この日豪雨だったの。あの、何、ゲリラ豪雨でみんな大変になった日がこの日で、うんうん、電車遅れたりとか雨のせいで。え、だ、間に合ったんですか。うん、ちゃんと10分押しで始めました。あ、そうだ、優しい、やっぱり優しい。しかも私すごい、さっきも言ってたんですけど、うん、サインがめっちゃいい。サインがいい？どういうこと？ゴールドだし。写真もいいよね。そう、ライブの写真を使って。かっこいい。そうなの。かっこいい。楽しかった。ストロボカフェ、椅子があるライブハウスで50人で満席なんですけど、はい、嬉しいことに1ヶ月ぐらい前にチケットソールドアウトしたので。すごいですよね。当日満員 で雨だから来ないって人がいるんじゃないかと思って、うん、あれだったけど。ないですよ、それは。ちゃんと満員でした。よかった、すごい。無事に終わりました。いろいろ詰め込んだ。ストロボカフェ、アコースティックワンマンですね。そう、アコースティックワンマン。今回ね、サポートがパーカッションだけで。え、私ギター弾いたんですけど。全部ですか。そう。あ、全部じゃないの、聞いて。1曲ピアノ弾いたの。え、聞いたのすごい。
ね。知ってない。1曲ピアノ弾いたの。あ、そうだったんだ。そう。めちゃめちゃ貴重じゃないですか。もう弾かないから、多分。嘘。嘘。ブーイング来ちゃった。その日限定ってこと？そう、練習したの。え、DVD は出ないんですか？出ないです。嘘。終わってない。言い切った。うんうん、出ない、言い切った。カメラ1台しか撮ってないから。あら。そう、楽しかった。わあ、いいな。ストロボカメしかも可愛いんですよね。そう、可愛いの、うん、めっちゃ可愛い。もう大好きで、写真見たらめっちゃ可愛かった。可愛い、そう、壁とかね、鳥さんが、可愛いし椅子もカラフルだし。あ、そう、めっちゃ可愛いんだもん。え、違う、違う、違う、それはプレゼントです、ね、皆さんにね、応募書けばいいんだよ。書いたら今の走ったら、ポスター欲しいって、ほら、みんな。そう、ポスターのね、ポスター欲しいって書いてるけど、持ってるよ、この人。持ってる、持ってる。応募方法はですね、あのポスターとかの、うん、プレゼントのプレゼントの応募方法はですね、あのさっきてるちゃんがね書いてくれた、皆さん結構あれなんだっけ、あのハッシュタグ、ハッシュタグを書いてくれてるんですけれども、うん、これをハッシュタグを皆さん書いていただいて、リツイートやらないやらしていただいて、はい、ちゃんと間違えずに書いていただけたら応募資格がありますので。書いたら間違えない、うん、間違えない。あのハテナにするかビックリマークにするか。あ、どっちでもいいよ。いいんだい。ダメでしょ。私はダメです。私が許さないので、みんなハテナにしてください。なので、あの今日のハッシュタグはですね、今夜はオール B 型147センチだ、ハテナ、ハテナなので、だなので、はい、ぜひ応募していただけたらなと思います。よろしくお願いします。そんなまみちさんワンマンライブでしたけれども、うん、さなまさんもワンマンライブがあるんじゃないですか。ね、あるんですよ、初めての。初めて、初めて、初めての、初めての8月8日に渋谷ミルキーウェイで100人目標にワンマンライブをやります。カメラあっちだ、うん、そう、お昼なんですけど、顔を横にこう出すか。そうそうそう、1000円で。1000円？そう。え、1000円なんです、チケット。で、あとなんと嬉しいことにテールチケットあと30枚しかないっていう、うん、すごい嬉しい。だからぜひぜひ来てください。すごい、今路上ライブやって、うん、一生懸命頑張ってるとこです。路上ライブはどこでやってるんですか？路上ライブはと渋谷、原宿、あと川崎、うん、とかかな、うん、で、この間桜木町でやりました。私それ見た、見た？マイク忘れたってやつ。そう、マイク忘れたの。何それ？だから生歌でやって。ああ、なるほど。そう。いろんなところに出没してるみたいなので。いろんなところに出没するので、うん、はい、ぜひぜひ来てください。私も遊びに行きたいと思います。来てください。行ったら歌うでしょ。歌う。だけど歌っちゃう、歌っちゃう。皆さん、ワンマンライブ。あれ、パラちゃんもワンマンライブが。私もあります。あららららら。え、ここで紹介していいんですか？もちろん。いいんですか？この流れで言って、私のコーナー今日ないかも。あるある。さらっとで、私、とりあえず一旦ワンマンの流れで。うん、今月じゃない。今年、2015年11月29日、サウンドクリークドッポです。四ツ谷。あの、これね、さっき応募のあれもあったけど、これ。ドッポさんでワンマンライブが決定しました。このファイルもプレゼントです。ドッポでライブが、ワンマンライブが決定しました。イエーイ、初ワンマンライブなんですよ。実はどうして初ワンマンライブをしようかって言ったのは、たのまちゃんの影響なんです。いやー、そうなの。そう、ミルキーウェイでワンマンをするっていうのを聞いて、うん、私もじゃあやろうと思って、絶対やったら、私もやろう。初なんだ。初ですね。で、なんか成長できるかなと思って。自分の147cm、147cm 成長したんです。挑戦しようかなと思って11月29日にあるんですけれども、その日までに 147cm になろうかなと思って縮みます。縮むので、そこの日お昼なんですけど、あの覚えやすいです、いい肉の日、うん、2015年いい肉の日お昼なので、あのお肉差し入れに。いい肉でしょ、うらやましい。でもね、違うの、あれ、あそこの、ね、差し入れ持ってって、打ち上げみんな食べようって言ったらね、裏で調理できませんっていうこと。でも怒られると思う。だから、あとでその後バーベキュー行ってもいいし。いいね、いいね。ニコタマの河川敷でバーベキュー。ビビキューみんなでお肉持って。そんな寒い時期に行くんだ。そうだね。あ、そっか、寒いね。やってないもん。いい肉の日なので、ぜひよろしくお願いします。今日、なんか私すごいんですよ。じゃあ絵を描くのも好きなので、うん、好
ケットも全部手掛けで。そう、すごいな、うちの。めっちゃ可愛い。全部違う、50枚、50人なんですけど、全部で。全部50枚、全部手掛けで。だから、集めたい人は全部絡んでた。そうですね、1枚か、1番か50枚か。あのね、最初にパラパラたちが、あの、1人全員1人しかいない。最初パラパラ漫画にしようかなと思ったんですよ。うんうん、でも、面白そう。書いた場所が良くなくて、パラパラってやると、もぎりのとこがビリビリになるんだけど、ダメだったんで、まあ、あの、パラパラ漫画にしなかったんですけど。めっちゃ可愛いチケット。すごいね。ぜひ、チケットをゲットに来てください。よろしくお願いします。そんな感じです、皆様。とりあえず告知は、そんな感じで。うん。さあ、私の持ち込み企画を、今日こそはうまくやるぞ。ということで、あの、私の持ち込み企画ですね。いきまーす。いきません。いいかな？どこだ？いた。はい。花江さんと一緒に、ハネひらがな読みましょう。ということで、ね、意味がわからない。ありがとうございます。わかった。わかった。5月？ハネひらがな。4月？4、5、6か。4、5、6。4月から、MC を担当させていただきましてですね。え、今日最後？最後です。え？今日で最後。そうなんだ。なんです。そうなの？3ヶ月。お疲れ様でした。ありがとうございました。嬉しい、最後のゲストだって。あ、嬉しい。だからちょっと好きな人を呼ぼうと思って、今日は。で、それで毎回あのやってたんですけど、うん、とんでもなく崩壊して終わったので、あら、そうなの？いろんなあの見てくださった方々にアドバイスをいただいて、こうしたらいいんじゃないって聞いたので、あ、じゃあそれでいきますということで、あの、皆さんに募集してたんですよ。何を募集してたかっていうと、私ひらがなシンガーソングライターなので、うん、みんなでひらがなを読もうということで、15文字以上のひらがなの文章を書いて載せてくださいって言ったんですけど、うんうん、みんなどんどん早口言葉になっていっちゃってて、うん、あの言ってるのが生バナナとか、うん、とかなっちゃったから、うん、あ、それじゃない、私が言いたいのはこういうことが言いたかったんですということで、まず例を読みますね、うん、何にしようかな。いっぱいある。かわいい。読みますじゃん、うん、見えるかな。顔猫がいい。皆さんこんにちは。今日の天気は曇りのち雨ですが、クラブパルヘジアみんなで見て気持ちは晴れのち晴れでございますのでハッピーですということでですね、皆様こういうのを待ってたんです、私実は。でも早口言葉になっててもそれはそれで楽しかったんですけど、うん、今日は私がお題を出すので、うん、お二人に読んでいただけたらなと思います。難しいやつ。で、あと今ね、これも参考にしたのでよかったらあの書いてもらえたら。これは読んでもらわなくていいの？これも読め、これは読まない。一人一個ずつだから。なるほど。突っかかっちゃいけないんだよね。突っかかったら罰ゲームがありますので。うそ、罰ゲーム。よろしくお願いします。嫌な罰ゲーム。こういう感じの文章も募集しておりますので皆様どうぞよろしくお願いします。なんか似たような文章来たよ。何来た？今読み込んでる。読み込んでますね、うん。1個読んでもらう。さあ、どっちから行こうかな。さっきじゃあ、まみちさんが歌ってもらったから、頼ましから読んでもらおうかな。いくよ。さっきより長いよ、しかも。ほんと？噛んだらいけない。噛んだらいけない。しかも予習してない。え、目通しちゃダメなの？目通しちゃダメ。速さどんなもん？さっきぐらい？私ぐらいです。ほんと？カメラに先に見せてあげたら？見ないで。読んでる、みんな読んでる。みんな下読みしてこれをちゃんと読めるか。みんなコメントに書いて。コメントに。ダメダメダメ。コメントに書いて。コメントに。読んだら手あげて。え、ここにいる人？手がね、いや読めないんだよ、この状態。テレビが見える。あ、これで、あ、違う、こんな感じ、こんな感じ。これで読めるか。難しそう。読めた？難しい、難しい。結構まあ、読めれば簡単。うん。田沼さん、はい、読んでもらいましょうか。どれぐらい私と仲がいいのか。はい。怖い怖い。行きますよ。それが表面的な。行きますよ。怖いよ。ハリネズミはネズミというよりもハムスターみたいだからものすごく人気がありますよね。ものすごく、あ、ものすごく最近人気だから私が一番好きですよというのが伝わらなくて残念です。はい。これ意味わかんなくない？わかるわかる。割と読めてる。割と読めてる。割と読めてる。なんで？わかるでしょ？なんか頭に入ってこないですね。ひらがなだと。そうそうそう。意味が。あの、くげって読めばわかるんですけど。ハリネズミは、これ意味入ってきますよ、みんな。意味入ってきます。ハリネズミは、
あのネズミだけど、うん、ネズミっぽくないじゃないですか、うんうんうん、どっちかっていうとハムスターみたいに可愛がれるタイプ、ハツカネズミとかを飼いたくないじゃないですか。あのチョルルルっていうのはあんま飼いたくないけど、うんうんうん、ハリネズミはネズミだけどハムスターみたいだから飼いたいよねって言うんだけど、最近ハリネズミってすごい人気なんですよ。でその人気だからみんなすごい大好きみたいのがいるから、うん、私が最初に好きだったって言ってたんですよ実は、うん、でもそれが伝わらないから残念です。はい、わかった、伝わった。で噛んじゃった、途中で噛んだね、途中で噛んじゃった。あ、悔しいな。これ噛んだって言うのかな、読めてたよね。読めてました、ね、読めてた、うん。じゃあいいよ、ハードル上がったな。ありがとうございます。ハードル上がったな。さすが。ではさすが、次のお題ですが、うん、まずじゃあ見てる皆様、てか、そ、なんかそもそも字があ、それもちょっと狙ってる。いや、字は汚いわけじゃないんだけど、あの丸字で書いてたらどんどん汚くなってっちゃったね。汚いって読みすぎない。途中なんかずるいよね、なんか。そう、ちょっと間違えちゃった。間違えたとかあんの？間違えたとかあんの？間違えてはいない。読めます？ダメダメダメ、言っちゃう。8月は出てくるのね。オッケー、言っちゃったじゃん。さあ、読んでもらいましょうか。ほい。うわぁ、ね、読めるかな。無理無理。大丈夫、マミチーさんならいけます。こっちも分かんなくなった。私も分かんなくなった。これぐらいで大丈夫ですか？はい、大丈夫。じゃあいきますよ。いきます。8月はパナエさんの誕生日ですよ。箱の人ということで、8月は8月5日ですよ。5日っていつかだよ、だからお祝いしてよね。今年は年女、年女ですので羊年ですめぇ。これ難しいよ。あの、いつかって、いつかその前もしかも、うん、あの箱の日ということで、あ、箱の人って言ったね、私ね。箱の人ということでになったので、ここも引っ掛けだったんです、実は。箱の日っていうのは、これダメでしょ。これは、これが多分、パナエちゃん罰ゲームだね、これ。私？あ、そうだね、これ間違えた、うん、あれ、私が罰ゲーム。どうしよう、なんかみんなないのかな。みんな書いてくれたやつないの？みんな書いてくれてないのかな、うん、書いてないね、書いてないね。なんか最後の番、最後の放送なのに結局グダグダなんですけど。私が言ってるのかしかった。これってグダる要素満載。あ、来たよ、マジか、来たよ、来た。お、読むよ、じゃあ私がこれ、私が読めたら成功。うん、じゃあそうだね。読んでいいですか？なるべく早めに。わかりました。動いてる動いてる動いてる、これが、うん、トゥルトゥルって動いてるから、いきます。オムライスはオムとライスの組み合わせだけど、オムそばはオムと焼きそばの組み合わせです。おお、すごい、合ってます。ありがとうございます。確認した、確認したね。出したよね。わ、すごいすごいね、うん、よかった、意味が入ってきた、うん、そう、あの抑揚をつけないといけないので、ひらがなって難しいな。そうなんです、 すごい。ひらがなシンガーソングライター、これからも頑張っていきますので。罰ゲーム、私これ。何罰ゲーム、ちなみに。あの、恥ずかしかった出来事、最近。あ、こんなもんです。みんなでいいんじゃない？みんなでいきます。みんな一人ずつ言いましょう、これは。恥ずかしかった出来事。言ったら場が持つでしょ。恥ずかしかった出来事、最近ちょっと考えるか、先。そう、だからこれは全部終わって、そうそう、エンディングの方。あ、そうです。あ、じゃあ考えとこう、じゃあ考えときましょう。あとで聞きますので、私も考えますので、皆様最後までグダグダだったのに笑ってくれてありがとう、うん、面白いね、これ面白い、本当ですか？面白い、面白いって言われなかったんだけど、今まで本当に。なんかよくわかんない終わりみたいな。みんなできなすぎたんじゃないの？それは確かに、うん、仲良しだから。優しい、ありがとうございます。今日呼んでよかったです。いい日だわ。ありがとうございます。さて、では、はい、そろそろ後半のライブに行きたいと思いますけれども、うん、どうしようかな。さっきマミチさんからだったので、反対にする？じゃんけんする？どっちでも。じゃあ逆回しで。じゃあ逆回しだった。じゃあ逆回し。じゃあ頼むさん、よろしくお願いします。はい、お願いします。今ミンティア入れちゃった、口の中に。スースーするね、それはね、うん、大丈夫、うん、ミンティア。え、これツイキャスでも配信してるんですか？知らない。知らなかった。いつから？あ、音声だけ。あ、そうなんだ。今通知来たと思って。あ、そうだったんですね。面白い。あ、後で見られるんですか、これ。アーカイブは？
赤羽のホスケ。あ、あのでもユーストーバー。ユーストーバー。あ、そうかそうかそうか。曲間で MC って入れる？喋ってもいいよ。喋ってもいいよ。みんな喋ってる？喋ってもいいよ。すごいねこれ。割と喋るよ私。喋りしますよ。うん、いや今日本当にね、マミジーさんに先に声かけてたんですよ。あの絶対に、あ、そうなんだ。私にパ、私パルヘジアの MC、うん、お願いしますって言ってくださった時に、絶対マミジーさんゲストに呼ぼうと思ってて、ずっとでもいつにしようかなと思ったんですけど、やっぱ最後にしようと。え、嬉しい。タイミングがあってよかった。よかった。よかった。本当にありがとうございます。ライブがいっぱいでさ。そうですよね。そう、ライブいっぱいなんだけどさ。大丈夫ですか？なんか。え、今日から3連チャンなの。え、明日は？明日は東新宿、真昼の月を。あ、はい。いい匂い。いい匂い？いい匂い、いい匂いのとこじゃないですか。真昼の月ってお香の匂い。あ、そう、お香炊いてる。お香炊いてる。明後日は？明後日は川崎セルビアンナイト。あ、行きますね。行きますね。飛びますね。そうそうそう、都内とかね、川崎といろんなとこでライブしてます。ぜひ皆様を、そう、来てください。見てる。そうだよ、すごい。めっちゃ見てる。終わった？終わった。では田野さん、よろしくお願いします。あ、喋ります。次の曲は猫の初恋という歌を歌いたいと思います。先ほどご紹介があったように、本系シンガーソングライターということで、この曲は、猫が人間の女の子に恋をして、そして猫が人間になりたいと願うお話です。歌詞に注目して聴いてください。突然の雨、赤い傘の少女、走ってきたの。濡れた頭撫でる、寒かったねと。赤い傘を置いて、また雨に向かってく。君の隣で歩いて、手をつなげたら、ドロドロの猫は気づく。恋に落ちたようだ。もしも僕が優しい君が今日は寂しそうに涙浮かべて、僕の頭撫でる、後ろに立った。男が君を呼ぶ、また僕に背向けるの。涙の飛びかかる。
しも僕が人間だったら行かないでって言えるのに、あが好きだって言いたい、君を話したくない、ありがとう。今日はパナエちゃん本当に読んでくれてありがとうございました。いやとっても素敵な、この今日ここの場所はね、一度ライブもしたことがあって、美味しい中華料理屋さんです言って大丈夫ですよねこれさあさあ宣伝宣伝、イオギチャイナスクエアです。最後の曲になりますが、その前にワンマンライブ、先ほども、告知させていただいたんですけれども、ぜひぜひぜひ、100人まで私一生懸命頑張りますので、よかったら、来てほしいです。あとはツイッターで告知とかは行っているので、ぜひ、フォローお願いします。ということで最後の曲は、先ほど話した一番最初に作った曲になります。ハチ公という曲で、渋谷の中堅ハチ公を、テーマに作った曲です。では本当にありがとうございました。タナマでした。ありがとうございます。はい、聴いてください。ハチ公。僕の名前はハチ公、君の名前はご主人、お手と聞いたら左手、おかわり聞いたら右手。いつになったら帰ってくるの。
とうございます。イエーイ。いいわね、癒されるね。癒されるボイスなんですね、本当に。子守歌みたいな感じで。さて、はい、まみちさん歌おうかな。よろしくお願いします。歌ってください。歌おうかな。よろしくお願いします。まみちー、まみちー、お疲れ様でした。エモーショナル、エモいね。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 エモい。何が気持ちが気持ちがねいいね、いいなんか今日はすごい楽しいです。私すごい毎回楽しかったんですけど、うん、パルヘジア、なんか皆さん楽しくしてくれるから、うん、見てくださるお客様が最高です。うん、こっちで応援してくれてる方々もそうですし、うんうん、ゲストの方もそうなんですけど、うん、今日めっちゃ好きな人しか集めてないからめっちゃ楽しいですね。ありがとうございます。いやー、告白されちゃったな。花輪さん元気ですか？最近元気、すごい元気。そう、うん、すごい元気すごい元気、ね、すごい元気。二十歳だよね。二十歳なんですよ、うん、だからもう極限までやろうかなっていう。あ、確かにね。そんな感じ。私も25まで極限までやろうかなって思ってるけど、気づいたらもう25になりそう。まだ25じゃないけど。全然でしょ。まだ気づいたら多分25になりそう。だから若さをください。はぁ、あ、暑いですね今日もね。暑いね。雨降ってます？雨降ってました？そうね。土砂降りになってるかな。大丈夫かな。皆さんもしお外で聞いてる方いらしたらお気をつけてお帰りください。外では聞いてないけど、電車とか帰りの電車とかで聞いてたらぜひ、みんなが傘ね、いっぱい書いてくれてる。癒されボイスだって、ありがとう。そうだよ、めっちゃ癒されボイスだよ。 CD 欲しいんだけど CD ないんですか？ないんですね。ないんですよ。あ、でもレコ発ではないんだじゃん。違うんです。ワンマンをワンステップとしてやってやるぞっていう。で、そう、でもね、今日歌った曲は結構ゆったりした曲が多いんですけど、最近はちょっとロック調な感じもあって。バンドもね、やってるもんね。バンド、そう、ワンマンはバンドがね、結構多くて。もう一度告知を忘れない。そこにね、あれやってみたいんです。あの、エコー。8月8日、渋谷ミルキーメイ、ワンマンやるぞー、感じたーこれやりたかったの。エコーいいよね。エコーいい。恥ずかしいけど、じゃあ私もやりたい。私も今やっていいんですか？やっていいよ。あ、そこ前からやってるから。だから結構かけてんだけど。じゃあ私もやろう。喋ろうよ、ちゃん。はい。はい。入ってます？かかってる。2015年11月29日、四ツ谷さん。あ、私の笑い声。なに？もう一回やっていいですか？まみちさん、始められてるし、もういいよ。やってやろう。一緒に読もう。あ、いいよ。じゃあ、私ここ読むから、うん、そした読んで。そういうこと。あ、そういうことなの？一緒に。11月29日、サウンドクリックドッポ四ツ谷初ワンマンライブ決定。OK。2015年11月29日、サウンドクリックドッポ四ツ谷初ワンマンライブ決定。お願いします。なので準備できました。イエス。まみちさんよろしくお願いします。お待たせしました。まるまる系シンガーソングライターって言ってたな、私も。前、2年前ぐらいにですね、私が言ったわけじゃないんですけど、そういう曲が多かったみたいで、失恋系シンガーソングライターって言われてた。失恋ソング多かったのかな。
実はこの曲失恋の曲だったりとかするんですよっていう曲をお届けしようかなと思います。一番新しいアルバムの中から出会い聴いてください。夢の中落ちてゆく君の声求めて届かないこの想いを星に乗せて飛ばすよ。暗闇でも輝く透き通った心でこの世界でもどこにいたって見えるよ君の声聞こえるよ大丈夫。出会うべくして出会った意味はここにいつまでも消えることはないでしょう。見上げればすぐそこに手の届きそうな君、そうよ風に頬撫でられ流れる時に気づく。たった一度でもいい君の胸に抱かれて重なること感じさせてくれたらもうそれだけでもいいから大丈夫。光のない世界でさまようこの想いは行くあてもなく時が流れようとも季節繰り返しても続いてゆく。変わらぬ
暗い曲や。失恋系シンガーソングライターってなんかやだよね。なんか、ま、あ、失恋ソングほんといっぱい歌ってて、まあ最近も、最近失恋ソングある？あんまり、最近あったかい曲多くてほっこりになったのかな、私が年を重ねて。どうなんですかね。そう、まるまる系いいよね。そのキャッチフレーズ私欲しくて考えようと思った時があったんですけど、私基本的に愛について歌ってて、あの家族の愛もそうだし、友情も愛だし、あとはまあ恋愛もね、失った愛もあれば育みたい愛もあれば、周りのハッピーな話やアンハッピーな話も全部ね、愛にあふれた話で、それを伝えていけたらいいなと思って歌ってるんですけど、あんまりいいねキャッチフレーズが浮かばないまま今に至ってます。そう、でも泉まみは愛について歌ってるんです。最後お届けする曲はですね、全然チューニングが合わないんだけど大丈夫かな。もう新潟を離れて8年が経ちますが、離れて暮らす両親とですね、ほぼ毎日のように連絡を取ってます。ママからは毎日電話が来るし、一昨日かな、パパと電話して夜10時半とかぐらいかなに電話したんですよ。そしたら普通に出て、ちょっと眠そうな声だったから、寝てたのって聞いたら、いや、タカヒロが出てるドラマ見てるよって言われて、ママはって聞いたら、もうママは寝てるって言ってたんですけど、父の日だから電話したんだ、それだけ、じゃあって言って切って特に用があったわけじゃないので、そんな感じでね、内容がないと言われたらあれですけど、でもそばにいる時だってそんな感じでしょ。リビングで顔合わせたら、たえもない話をして、そんな同じ感覚でメールしたり電話したり連絡を取ってます。離れて暮らしてるけど、いつも私のことを思ってくれてるし、私も両親や弟が2人いるんですけど、弟のことも常に思ってるし、そんな離れて暮らす大切な人を思って書いた曲、最後に歌いたいと思います。パルヘジアに来ると毎回歌ってる気がする。最後、おやすみという曲を聴いてください。目を覚ました朝、喧嘩したから。
聞き流していた。ごめんね、私もちゃんと伝えるよ。ありがとうございます。泉まみでした。ありがとうございます。そして最後に、あ、お休みだから寝ちゃうよ ね、 もう私実はすごいこの曲好きで、うん、初めて聴いた時に、あ、ちょっと電話しようと思ってお父さんとお母さんに電話しようと思ってそうだね、電話しました。そのわけで次私なので任せたよ。OK。 え、待って、あ、2人で話すの、びっくりした。イエーイ。かなえちゃん、かなえちゃん、かなえちゃんのファーストインプレッション。ええ、なんだろう、ファースト、かなえちゃんの初対面の印象、初対面の印象は第一印象なんだった？ふわふわした子だなと思った。あ、緊張してたからです。緊張してたの？めっちゃ緊張してましたよ。私が MC の時に初めて会ったの。初めて、ここにも初めて来たし。ああ、そっかそっか。初めて会うこのみんなに、なんかここ私何回も代々木と伊予木を間違えたら、ああ、うん、そうね、そうね、すごい緊張してたと思いがあります。ここどう？パナエちゃんは同じ匂いするなみたいな。あ、わかる、わかる、わかる。すごい思ったの。すごいわかる、それ見てて。ライブハウスで、うん、その日対バンで、パナエちゃんと初めて喋って、うんうん、あ、これはいけるどういうこと？いけるってどういうこと？同じだって思って、同じ人種を感じた、すごく、パナエちゃん。ねえ、本当に嬉しいですよ、パナエちゃん。刺さってないですね。刺してね、やばい、やばいね。みんなコメントありがとうございます。おやすみっていっぱい書いてくれてる。おやすみ。まるまる系シンガーソングね、可愛いのがいいな。あ、肉食系、ね、肉食系、家系ラーメン、家系。あ、お腹すいた。ラーメン、おすすめのラーメン紹介してください。おすすめはですね、私野方ホープが大好きで、野方はね、ここに来る途中に電車ね、通るでしょ。野方、野方ホープ行ったことない？ない。あの油の量とか選べるんですけど、私はコテコテの味濃いめ、うん、すごい。え、ここの駅？うん、ここじゃなくて、あの新宿線にあるんだ。そう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 、あるの、野方っていうところ。でもいろんなところにあって、原宿とか高田馬場とか。でも店舗によってちょっと味が違うんで気をつけてください。そうなんだ。味違うとかあるの？うん、そうそうそうだと思う、それもあると思う。うんうんうん、めっちゃ美味しい、はい、家系？うん、家系じゃない、家系、家系じゃないね。あ、そうなの、豚骨系？すごい、豚骨系？こってり系、わかんない。家系って結構
何々屋って名前が全然違う。うんうん、そうですよね。一蘭みたいな感じですか？一蘭全然違う。豚骨ラーメンのめっちゃ濃いやつとかじゃないっけ？家系。豚骨じゃない。あ、そうなの？豚骨なの？家系って。ちょっとググってください。やば、みんなでググってください。自由。パーちゃん行く？実は、うん、指でやります。なんか結構変わったのね、曲がね。わかんない、近くにいたよ。遠いかな。聞こえていますか？パナエです。はい、パナエです。はい、大丈夫でした。で、私いつもライブするときにマイクが曲がるっていうね、なんか曲がってるんですよね、どこかしらね。そんな曲がった私を産んだ父親に向けて書いた曲を歌いたいと思いますけれども、なんかみんな愛について歌ってたんで、私もじゃあ最後ちょっと盛り上がろうと思ったんですけど、パパの歌を歌おうと思います。あのワイルドワイルドな父親に向けて。そうなんですよ、あの自由に生きなさいって言ってくれて、いつも夢も応援してくれて、そんな父親に向けて書いた曲を歌いたいと思います。大事ですよ、親が一番大事だなと思いました。あの彼氏とかさ、あの愛人とか、愛人愛人はいないけどさ、愛人って何彼氏とか、あ、他なんていうの、友達か、なんていうの、なんかその自分の身の回りにいるけど、やっぱり血のつながった人が一番大事だなって思って、そんなことを考えながらできた曲を歌いたいと思います。パパという曲聴いてください。あなたの子でよかった。太陽みたいに包み込んでくれた。いつも週末の朝は二人でハンバーガー食べたね。ここでよかった。自由に生きることを教えてくれた。こないだ見つけた落書きに私の寝顔が映ってた。留守番電話に残ってた。大丈夫かいって優しい声、思わず聞いちゃおうと思ったけれど、最後には愛してるよ。泣いちゃった、もう強くなろうと思ってたのに、ああ溢れるほどの愛情を注がれていた。ありがとう。あなたの子でよかった。枕の匂いは親父だけど、小さな頃はやだななんて思えば、それも愛だね。ここでよかった。覚えているよ、おたふく風の日、会えなくて寂
しくて、お手紙を書いたんだ。数えきれない宝物が胸の奥に飾られて、いつか私より先にいなくなる時が来ても、泣いたならあなたは悲しんでしまうでしょうね。ああ、溢れるほどの愛情を注がれたと知る。泣いちゃったそのままの姿で、生まれてきてよかった、ありがとう。愛してるよ。ありがとうございます。めっちゃいい曲。パナエ先輩、パナエ先輩、パナエ先輩、早く帰ってきてください。帰ってきました。いい、あー、やっぱりめっちゃいい曲。家族の曲はいいですよね、うん、なんか誰もが共感できるじゃないですか、うん、みんなにも家族がいるし、うん、そういうのを共感できたらいいなって思って、やっぱ親は大事にしてくださいって思いました。本当に、うん、みんな上京組じゃなかった。私は実家だね。実家だったね、ま、そんな感じですが、皆様歌を聴いてでもしんみりしちゃったね。なんか今日すごいしんみりしちゃった。しんみりしたね。歌った後ふちゅーってなっちゃうね。なんかいい感じってなってよかったですけれども、ね、ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。でも私の MC が良くなかった。愛人っていっぱい書かれてる。愛人はマジです。すいませんでした。愛人です。愛人ではないです。ダメでしょ、ダメでしょ。違う。もうダメだよ。最後の最後までダメですよ。まあ、そんな感じでですね、はい、あの考えました？いや、考えて、さっきの。今考える。さっきの私の。あ、すっかり忘れてた。忘れてた。皆さんありました？恥ずかしいです。そっちに振るの？さっきの、さっき私のね、持ち込み企画でみんな罰ゲームってことがあって、最近あった恥ずかしい話ということでですね、私はね、うん、私はね、私パン屋さんでバイトしてるんですよ、うん、朝、うん、でパン屋さんでバイトしてて、今日みたいな雨でパン運んでたんですよ。え、あ、雷かな。そうそう、違う違う、車、ダンプカー、ダンプカーあの、箱を運んでて、あ、箱だけに、うん、箱を運んでたんですけど、すごい滑る床だったんですよ、外が、うん、車に運ばなきゃいけなくて、そしたら玄関出て、歩いて行った瞬間に転んで、滑って、うん、あらいちゃんがいなくなったって言って、あらいちゃんが視界からいなくなったって言って、私が尻餅打って、うん、っていう恥ずかしい出来事。え、で、パンはどう？パンはこうやって、あ、危ないって。あ、無事だったの。でもプロなので、パン、パンのプロ、パンはプロ、パンのプロなので。なるほど。そしたらお客さんがちょうど2人ぐらい来たっていう。
大丈夫ですか呼び込み言われて大丈夫ですかって、あ、大丈夫です、すいませんってなったのが最近あった。恥ずかしいね、転ぶの。恥ずかしいね。そのまま接客しました、その人。あ、すごいね。あ、大丈夫でしたかって言われて、お尻、まあ、そこで声が芽生えたって話じゃない。いや、全然女の人でしたね。 あの、会社員の女の人でした。あと、学生さんだったかな女の子の。そういう恥ずかしい出来事がありましたけれども、ありますか？あんまり。本当にある？私もバイトだな。私もバイトで、うん、あの雑貨屋さんで働き始めたんですよ。あ、そうなんだ。そう、最近雑貨屋さんで働いてて、でなんかバッジをもらったの、うん、あの自分の名前が書いてあるウェブバッジをもらって、うん、でよしやるぞって思って、で1時間ぐらいかな、初めて店頭に出るみたいな時で、うん、店頭に出て終わって、で休憩時間だったから休憩に行ったのね。で休憩に行って、でその時なんかつけっぱなしで行ってたの、このネームプレートを。うん、うん、でトイレしようと思って、その時あのサロペットってさ、こう、あ、全部脱がなきゃいけない、全部脱がなきゃいけないやつを着てて、うん、でそれを脱いだ瞬間にボトって落としちゃって、トイレに、トイレに、うわ、それで気づかなくって気づかなかったの？トイレして流す時にはぁーみたいなでそのネームバッジそのまま流れちゃって、初めてのバイトで、うん、ネームバッジ初めてもらって、それをなんて店長に言おうと思ってトイレに流しましたと。そうで、トイレ流れちゃったからどうしようと思って、でも戻って、休憩ちゃって戻って、うん、あ、本当に流しちゃったの？そうで、店長に、ね、すいません、トイレに流しましたって言ったらえーって驚かれて、それでその後なんかもうすごい冷静な感じで、備品だからあの大切にしてるみたいな。怖い怖い、すいませんって言って、すいません申し訳ございませんって言って謝りましたね。恥ずかしかった。それはショックな出来事ね。ショックな出来事ちょっとね、 やらかしちゃった。頼ましっぽいね。怖い怖い怖い。直で切り替えてある某洋服店じゃない、それはまた別なの？そこ、某洋服店は閉店したんですよ、うん、うちの店舗が。そう、で、やめたの？で、そこはなんかやめて新しいバイト先に行きました。今雑貨屋さんなんだ。今雑貨屋さん、似合う雑貨屋さん、似合う、ね、こういう服っぽい感じ、うん、かわいい。古着屋さんっていう感じじゃない？あ、雑貨屋さん、ね、全国展開しております。あ、いや、今のとこ全国展開してる。マジ調べれば出てくるね。あ、もうみんな知ってると思う、多分。うーん、教えた後で。うん、遊びに行くから。だって今全国展開してるので、ね、そうそうそう、漫才も全国展開してるので、全国展開してる。そこかな、そこかな、どこかな、どこかな、どこかな。マミティさんあります？恥ずかしい話、まあ、なんか田中さんはショックな出来事だったんで、うん、何でもありですね。何でも、あの恋愛でも何でも。恋愛ですか？ご飯の話とかでも。あ、恋愛ですか？じゃあ、何何何、聞きたい。今日お昼寝したんですけど夢を見たんですよ。したらすごい好きなアーティストが出てきて、なんかいい感じなのかなって雰囲気だったのに、その人にはあの違う私の大好きなアーティストが彼女っていう設定で、辛い。なんか一人、ま、夢の中なのに一人舞い上がってシュンってなるっていう。でも夢わかる、なんかすごいテンション上がる夢見て、起きた時に戻りたい、夢に戻りたいって。そう、そんな今日のお昼の12時ぐらいの出来事。お昼で、本当にお昼寝ですね。本当にお昼寝したんだけど、その夢の中にはいたくないかもな。なんかショックですもんね。超ショック。最初前半超楽しかったの。前半超デート、何にもしてないんだけど一緒にいるだけで幸せだよね。そう、絶対これ付き合ってる雰囲気だなって、まあ、なんか夢だって分かってたのか分かんないけど、そういう感じのやつで、いいな。いいけど、でも好きなアーティストさんが彼女だっていう設定、そう、アーティスト女子だった。それつらいな。辛い。今度会った時ちょっと目合わせられないですね。いや、言うよ本人たち。あ、言うの？言う言う、付き合ってましたよ。この間そう夢出てきましたドキッとするじゃん、言われた方は。実は付き合ってたらどうしよう。忘れるかもしれない。やだやだ。ちょっと女子はこういう話咲きますからね。はい、咲きますか。今までのこの時間で一番盛り上がってる。夢の話は忘れない。全然恥ずかし話じゃなかった楽しい話でした、ね、そんな感じであの皆さんね、はい、あの教えてくださいましたけど、うん、楽しかった、ありがとう。楽しかった、本当ですか？うん、本当に、うん、あ、嬉しい、ありがとう。どうした、どうした、嬉しかった、ありがとうございます。皆さんもありがとうございます、本当にありがとうございます。最後に告知、はい、では皆様各自告知を。
腹減った、ありましたな、腹減ったけどまずは告知を、腹減ったけどまず告知を、
ったよそれ。すごい。面白いじゃん。最後の最後で。皆さんにこれ技量が試される。大丈夫だよ。あれ書いてあるから。そうですもん。これ見せれば。そう。これ見せれば大丈夫。見せればね。口パクで。このまま終わるのかだって。最後だぞ私。そうだよ。このまま終わるのか。やっぱり電波持ってるのかな私。聞こえた聞こえたって。聞こえた。わ。イエイイエイ。告知をしなさい。たなまです。ワンマンライブ8月8日にあります。3月に発表してから今70人。集まりました。あと30人1ヶ月ちょっとかなあるんですけど頑張りますのでよかったら皆さん来てください。あとはねツイッターで全てがわかると思います。ツイッターとあと私も一応ウェブサイトがあってちゃんと更新します。してないの。あとアメブロもあります。更新します。私も更新します。あと YouTube は1曲しか上げてないので更新します。かわいい。ということで本当に今日はバナエちゃんありがとうございました。こちらこそありがとうございます。バナエちゃんのワンマンにも行きます。私も行きます。私も行きます。自分のワンマンっていうことです。ありがとうございました。ありがとうございます。してるのかな。してる。そしたらじゃあ私もじゃあ告知しようかな。ひらがなシンガーソングライターのパナエでした。イエイイエイ。サクッといこうな。パナエでした。SNS って書こうと思ったら SS って書いちゃったんですけど SNS もやっております。ツイッターあのパナエさんで検索するとツイッターアメブロ両方出てくるのでぜひ検索してください。パナエアメブロブロって書いた字がちょっとあのパナエで検索するとあの某ゲームアプリのパナエが出てくるのでそうじゃなくてパナエさんで検索してください。よろしくお願いします。いろいろツイッターちょっと最近サボってるんですけれどもツイッターアメブロフェイスブックやらやらパナエで検索パナエさんで検索してください。よろしくお願いします。そしてさっきも言ったんですけれども2015年11月29日サウンドクリックドッポ四ツ谷初ワンマンライブ決定しました。わーい。私は今回50人を目標にやってるんですけれども今のところ20枚ぐらい売れたのかな。もう頑張って、だからみんなチケットなくさないか心配なんですけど、ね、それすごいわかる。それすごい心配、すごい心配なんですけども、うん、私も一生懸命頑張っていきたいと思いますのでいろいろ盛りだくさんワンマンライブお送りしたいと思います、うん、どうぞぜひお昼なので告知もいろいろしてツイッターしますのでどうぞ確認していただけたらなと思います。そしてさっきも言ったんですけれどもまみちぃさんが私も8月10日クラブツイッター川崎に出演します。イエーイ。わーい。台湾です。台湾なんです。私台湾して先にあの6時10分から出るんですけど早いね。月曜日でもお盆休みだからみんな来るんじゃないかなと思いつつ応援してくれたらなと思います。みんな行く行く。6時10分から25分で、その後にまみちぃさんで7時20分からです。バイオリンで出ますので、うん、大盛りだくさん、ね、めちゃめちゃ楽しみなのでぜひ遊びに来てください。私呼びます。50人目標に頑張ってるのでこっちが先だね。じゃあワンマンより。そうなんですよ。だから頑張んなきゃと思って頑張っていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いします。あとはないです。歌詞でした。あとはないかな。そんな感じで私は告知終了ですが言い残したいことはありますか。マミチーのが全然聞こえなかったって。新村さん、じゃあこれを見てください。サイン書いてある。うん、あ、もうサイン書いちゃった。プレゼント呼べ。全部オフィシャルウェブサイトに情報が載ってますので泉まみで検索してください。以上。早っ。いいですか。以上、うん、では最後にもう一度本日の番組プレゼントをしたい。バイオプレゼントの紹介をしたいと思うんですけれども紹介しましょう。本日のゲストあります。泉まみさんのこの間泉まみさんのこの間ワンマンライブを行いましたけれどもそれの時のポスターをサイン入りでサイン入りでプレゼントします。それとあとパルヘジアステッカーこちらですね。パルヘジアステッカーとあとドッポさんのファイルとあとインチキマンションの CD とあと松沢春菜さんのオリジナルステッカーとサマーフェストの缶バッジと以上かな、うん、あと私たちに今日書いたあの
今桃一さん書いてますけれども、もうサインした、サインしてるけど、今日いろいろ書いたものに対してサインをつけて、あの1名の方にプレゼントしたいと思います。おい、それの応募方法はっていうのは、あ、集合写真か、私たちの集合写真もサインを入れてプレゼントしたいと思いますので、わーい、さあここからじゃあ抽選会を始めようかな。来てって言ってる。来てって言ってる。何に？何に来て？みんなライブに。書いてたの使わなかったから。さっきそう、私が来て来てって言ってる時にね、書いてくれてた。じゃあ、じゃあ、たなましい。そうですね。たなましい。1枚だよ、1枚。1枚だよ。2枚は？ 1 枚だよ。1枚じゃあの、半分こにして。みんな聞いたら、1枚を自分の私物あげなきゃいけない。私物？やばいね。1枚引いた。はい。さあ、発表してください。おぉ、こっちこしあんさん、私の会の時ってみんなここにいる人が当たるんですよ。すごい、それ嬉しいと思うよ。おめでとうございます。あとみんなで手分けして、そうですよね、目の前だから。え、これこっちも読んでっちゃっていいんですか？え、紹介するやつ、紹介していいですか？こっちもこれをね、順番に読んでいく。これ順番に読んでいくの？順番っていうかも、はい、いくやよ。ワリパパさん、ありがとうございます。ありがとうございます。みやっちさん、ありがとうございます。小銭さん、ありがとうございます。小銭さん、ありがとうございます。スレイヤさん、ありがとうございます。タクさん、ありがとう。ケイタカさん、ありがとうございます。あ、ケイタカさん。マロさん、ありがとう。ドラランさん、ありがとう。シンヌスケさん、ありがとうございます。ヨンタさん、ありがとう。ズシパンさん、ありがとう。読めない、星野カエデさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ロディさんね。ミキドリムさん、ありがとうございます。おたやさん、ありがとう。ゴメさん、ありがとうございます。そうそうそう、クリボーさん、ありがとうございます。ヒラさん、ありがとう。マンダミさん、ありがとうございます。飛んでっちゃう。よいしょ。パナエちゃん、ありがとうございます。ありがとう。ニムラさん、ありがとう。ありがとう。スネボン、スネボンさん、ありがとうございます。佐々木節夫さん、ありがとうございます。ありがとうございます。甘くていいの？トシさん、ありがとうございます。トイレの亀様、ありがとう。亀様、ありがとう。パルヘジア、ありがとうございます。ありがとうございます。マミちゃん、マミちゃん、ありがとう。ありがとう、ありがとう。タロウさん、お疲れ様です。ありがとう。赤ちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。以上、以上、いいかな。読んだ。さあ、さてさてさて、いいかな。あ、当たった人のやつは別にある。はい、あのプレゼントをお送りしますので、後ほど手渡しさせていただきます。これ送らなくていいからね、いいことだわ。ありがとうございます、本当に。本当ね。いや、本当にあの今日ね、コメントしてくださった方々も本当に最後まで見てくださりありがとうございました。ありがとうございます。そして3ヶ月間本当にお世話になりました。ありがとうございます。とっても楽しかったです。すごい勉強になりました。やめないで。お疲れ様。やめない、やめない、やめない、やめないで。遊びに来ます。ありがとうございます。おっ、ありがとうございます。ありがとうございます。日本酒いただきました。日本茶？日本酒。日本酒。嘘です、嘘です。ボディショップって書いてある。ほんまや。後で見よう。今見た方がいいですか？後で見よう。内緒だよ。内緒だよ。後で見ます。ありがとうございます。なんか嬉しい。すごい、どうしよう。な、最後何言えばいいんだっけ。どうしよう、コーナーしちゃった。頑張って。最後、番組告知。クラブパルヘジアは毎週火曜日夜8時から西武新宿線いよぎ駅南口徒歩すぐの中華料理屋さんチャイナスクエアにて配信しております。ん、観覧無料、ワンドリンク500円でございます。火曜の夜はみんなで楽しい夜を過ごしましょう。あー、すごいや。自分の斜め右下を指さして、これいつも覚えられないんですよね。これ、パソコンでご覧の方はこちらのいいねボタンを、ツイッターボタンを押してください。そして自分の右斜め上と、こうか、チャンネル登録。面白いことになってる。よろしくお願いします。難しいな、最後まで、最後まで。それでは最後に、番組をご覧いただいた視聴者の皆様に、ゲストの皆様から一言ずついただきたいと思いますけれども、はい、楽しかった。もう私7回目、今日6回目、6回出演されてたみたいですね。
じゃあ今日7回目ってこと？すごい。すごい。今日6回目。今日が6回目、うん、7回目が決まりました。7回目が決まりましてですね、7月の7日、七夕にまた来ますので、ぜひそちらもチェックしてください。よろしくお願いします。そして田沼様、はい、今日は本当に呼んでくれてありがとうございました。ありがとうございました。初めての地上波です。地上波では、地上波って言うのこれ、電波ね。あ、でもツイキャスとか、そっか、ツイキャスはそうだね、うんうんうん、全国的な電波に乗って、そう、全国的な電波に乗ってお歌を送りできたことも、このメンバーでできたこともすごく楽しかったです。ありがとうございました。また呼んでください。楽しかった。私も、うん、ね、もうそれにつきます。私はもうとりあえず3ヶ月間本当に迷惑しかかけてなかったんですけれども、でもみんな楽しいって言って帰ってくれたので本当にありがとうございました。今日も本当に楽しかったです。あの MC に呼んでくださった高橋さんやってるちゃんは本当におかしいなと思いました。で本当に楽しかったです。ありがとうございました。お世話になりました。そしてですね、来週のゲストなんですけれども、来週は7月から7月から9月までの CMC のお披露目スペシャルでございます。ゲストは CMC 岸のり子さん、辻村まりなさん、メラニさんで、スペシャル MC はあの月末最終火曜マンスリーゲストのモスリンさんが、花笛演奏家のモスリンさんがいらっしゃいます。そしてこの日あのモスリンさんが番組ご卒業されるということで、皆様見ましょう、泣きましょう、よろしくお願いします。すごい、もう3ヶ月あっという間に終わっちゃった。楽しかったです、本当にありがとうございました。そしてではいつものポーズでお別れをしたいと思います。右手が棒、左手が輪っかで P を作ってください。映ってる。そして今週もありがとうございました。来週もと私が言いますので、あちらのカメラに向かって、はい、その後に続けてクラブパルヘジアと言いながらその手を前に出してください。OK、田沼さん。OK。先輩はもう先輩ですから。また先輩？先輩、6回目の先輩ですから。はい。それでは準備よろしいでしょうか。はい。はい。はい、では今週もありがとうございました。来週もクラブパルヘジア。作ってくれた